はい、お疲れ様です。はい、おはようございます。ただいまから記者会見を行います。本日は知事からの発表はございません。本日の進行は共同通信社の水島記者にお願いしておりますので、よろしくお願いします。共同通信の水島です。本年度またよろしくお願いいたします。はい、お願いします。質問の前に記者クラブへの転入者を紹介いたします。転入者からそれぞれ一言ご挨拶をお願いいたします。あ、そっか、失礼。じゃあ朝日新聞の大垣記者から。はじめまして、今日から県政担当になりました朝日新聞の大賀由紀子といいます。よろしくお願いいたします。はい、今記者岩手に来て3年目で、記者としては4年目なんですけども、1箇所目神奈川で、岩手は2箇所目になります。今まで警察担当しかしたことなくて、県政に不安はあるんですけども、これからよろしくお願いいたします。はい。続いて読売新聞の菅原記者お願いします。読売新聞の菅原と申します。はい。私は岩手は6年目でして、県警取材のほかに大船渡通信部という場所で被災地取材などを担当してきました。よろしくお願いします。はい。それでは読売の高橋記者お願いいたします。読売新聞高橋と申します。よろしくお願いいたします。はい。前任が宮古通信部というところで、山田から広野町まで、担当しておりました。震災5年6年で、あと台風の10号ですね、岩泉などで、取材してまいりました。これからも県政、しっかり取材してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。続きまして岩手日日新聞社のマスコ記者お願いします。はい、はじめまして、岩手日日新聞社のマスコ千恵美と申します。一関市の本社から参りました。震災の年に入社して今年で7年目になります。教育の方も担当しております。よろしくお願いいたします。はい。それでは最後に岩手朝日テレビの渡辺記者お願いします。岩手朝日テレビの渡辺と言います。はい。県警記者クラブが移動してきました。一関出身です。全然関係ないんですけれども、最近足の骨を折りまして、ボルト7本とプレート1枚入っております。下の名前歩くと書いて歩むというんですけれども、よちよち歩きですが、取材の方頑張らせていただきます。よろしくお願いいたします。はい。それでは質問に移りますが、本日は記者クラブを代表しての幹事社質問の用意はありませんので、各社から質問があればお願いいたします。岩手日報の宮川といいます。よろしくお願いします。はい。新年度の抱負ということでお伺いしたいんですが、訓示でも復興とふるさと振興というお話だったかと思いますが、特にもですね、力を入れていきたいと、新年度ところについて教えてください。はい。復興については、この市町村のまちづくりがこうどんどん進んで、新しく造成したところでのこの大型商業施設のオープンでありますとか、そして、並行して、持ち家再建の方もこうどんどん進んでいくと、そういう中で、さまざま市町村ごとに課題をこう抱えていますので、そこに県もこう寄り添って、一緒に問題を解決していくということが非常に大事だと思っています。あとは復興に関しては、そういう市町村ごとのまちづくりと、また復興の長期化に伴う仮設住宅等生活のこの長期化に関連しての心と体のケアやコミュニティ支援というところが、もう一つ大事な要素で、でプラスこのラグビーワールドカップですとか、東京オリンピック・パラリンピックですとか、そういったイベントと連動しながら、改めてこの復興後半をオールジャパンでこう盛り上げていくような仕掛け作りというのを
今年度中にもさまざま手を打っていかなきゃならないところがあるので、そういうことをしっかりやっていきたいと思います。あとは台風10号関係の復旧復興もさまざま予算でありますとか制度などは手を打っているところですが、実際それを活用してのこの復旧が進んでいくというのはまだまだこれからのところが多いので、そこをしっかりやっていくことが大事だと思っています。あとはこの復興関係とそれからふるさと振興関係をきちっとやっていくと同時に、次の総合計画の策定っていうのを今年度からかなり県民的に、やっていかなきゃならないと思ってまして、でこれは復興への取り組みや希望共有国体希望共有大会の成功などで、いわば岩手の自治力というものが高まっている、この高まりを一時的なものにせずに、永続的なものに、していくためにも、この県民総参加で、県民計画を次の総合計画を策定していくということが大事だと思っています。訓示の中でもあったかと思うんですが、その県のですね、役割が高まってきていると、つまり地方の役割が高まってきているということだと思うんですが、そういった中で、役割が高まるということは、その成果もやっぱり求められてくるということになるかと思いますが、そういう意味で今年新年度ですね、どんな年にしたいかというふうに点についてお願いします。そうですね、県の役割の高まりというのはもうあらゆる分野に及んでいますので、それは一面国の法律に基づいて、どんどん国によって増やされているというところもあるんですけれども、一方国民的にイコールこの地方の住民としても、その地方自治体の力でさまざまな問題を解決してほしいという、そういう願いが背景にあるわけでありますので、医療福祉からこの農林水産業や商工関係、さらにこの環境とか教育とかですね、そういったところ、改めてこの県としては県の力を高めながら、市町村と連携し、さまざまな民間の主体とも連携しながら、そうですね、成果を出していけるように頑張っていきたいと思います。すみません、最後に1点ですね、別件なんですが、宮古市長選の関係でお伺いします。宮古市議の内館さんがですね、市長選無所属で立候補表明したわけですが、その中で前回の知事選で、知事を応援した勢力と、連携して戦っていきたいと、で知事にもですね、応援してほしい旨の趣旨の話もしていると聞いているんですが、知事としては宮古市長選どのように対応すると現時点でお考えなんでしょうか。2年前の知事選県議選でこの希望郷岩手を実現する会のこの宮古におけるこの希望郷岩手を実現する会という旗のもとに結集した皆さんが、今回また宮古市長選挙においてもこの宮古市民の皆さんのために、頑張ろうというふうに、動き始めたということは伺っておりまして、ただ今はどういうふうにそれを実現に持っていくのかということを話を伺いながらですね、宮古市民の皆さんがこの宮古の未来を
どのように切り開いていくのかということについて、私もこう勉強させていただきたいと思います。現時点では選挙に関わるかどうか関与するかどうかというのも含めて、流動的というか未定だという認識でよろしいですか。まずはこう勉強させていただきたいと思っています。河北新報山岡です。今年度もよろしくお願いします。改めて前段の復興の話に戻りますけれども、復興自主計画第3期が今年度、来年度2カ年ということで、復興の総仕上げの、1年目というふうな形に当たるかと思うんですけれども、改めて、その計画の中では、地域振興の点が、地域振興あるいは産業振興の面が今回強調されていると思うんですけれども、改めてその県全体としてその総仕上げに向けてどう取り組んでいくかというところを改めて抱負も踏まえてお伺いしたいんですけれど、はい、まだまだこれからなところもあって、この市町村ごとのこのまちづくりでありますとか、またその間のこの仮設住宅生活等のこう長期化に関する対策など、かなりこう胸突き八丁のきついところがこう今後進んでいくので、そこに県もしっかりと寄り添って一緒にやっていかなきゃと思ってるんですけれども、この胸突き八丁をこう乗り越えていくためには、やはりこう復興がなった暁には非常にこう目を見張るような、それぞれの市町村がより安全で、より暮らしやすく、そしてより活力のある町にこう生まれ変わるんだと。で、それが復興道路や三陸鉄道によってこう一つにつながって、岩手沿岸、この三陸全体としてもこう全国有数、世界に誇れるような地域になっていくんだっていう、そういうビジョンをこうしっかり共有していくことがこう大事だと思ってますので、それでこの復興の総仕上げを視野に入れたり、復興の先を見据えたりした取り組みっていうことも非常に大事になってくる、そういう局面だと思ってます。それから今年度組織改編ありました、文化スポーツ部ができますけれども、改めてそのあたりの抱負っていうのはいかがでしょうか。はい、まず文化スポーツに関しては、この行政ニーズが非常に増えてきていると思います。これは日本全体そうなんですけれども、国民イコールこう住民が自分自身がこう文化やスポーツをこうやりたい、またクオリティの高い文化やスポーツにこう触れたいという、そういうニーズが高まり、文化スポーツが県で言えばこの県民生活、そして県民経済に占める重要性というものがどんどん大きくなってきているということ、プラス岩手県としてこのソフトパワー戦略としてですね、この岩手のこの魅力とか信頼性のようなものをこう地域振興のこの力にしていこうという方向性から言っても、岩手の文化力、スポーツ力を高めていくことが地域振興全体に資するという、そういう今までやってきたことをさらに発展させていくということもあって、新しくできた文化スポーツ部っていうのをこうそういう、制度的なこの先頭に立てて、県民の皆さんのこうニーズに応えながら、そして岩手全体のこの地域振興の力に、文化スポーツ振興をこう進めていきたいと思います。毎日新聞佐藤と言います。よろしくお願いします。東京都の小池知事の指示を受けまして、
都政改革本部が先日の入札制度の見直し案をまとめまして、その中には一社入札の場合の入札の中止だとか予定価格の時刻公表などが盛り込まれているということなんですけれども、例えばその2点を限ってみても現在岩手県が取っている政策とは違いますが、今回の見直し案というのはもし知事ご覧になられたらどのように評価されるかについてお考えをお伺いします。いや、あまり詳しくはこう知りません。岩手県としてもこの入札については、公正さの確保とか透明性、そしてオープンであることといったような観点、それを基本としつつも岩手宮城内陸地震が発生し、で、風評被害とかもあって岩手の経済がこう落ち込んで、さらにそこにリーマンショックによる経済不調がこう追い打ちをかける中、買うなら岩手のものということで、さまざまな公共の発注とか調達とかに関してもこの地元の力をこう高めていく観点というのをこう取り入れながらやってきているところでありまして、それが東日本大震災の発生、そしてその後の復興という中では、この復興をこう遅らせない、また復興を加速するという観点からもこう入札制度についてはさまざま工夫を凝らしているところです。ですからそういう今直面している状況に的確に応じたようなその入札のやり方をですね、でもちろんこの公正さとか透明性、オープンさといったような基本的な原則から逸脱することがない、そういう範囲の中ではあるんですけれども、地元の力を高めるとか、またスピードというような要素もこれはやはり反映させていかなきゃならないというふうに考えてやっております。そういう中で先進的な入札制度とか入札のあり方というのは、これは常にこう参考にしていかなければならないとは思っています。すみません、一社入札については増田前知事から知事に代わった直後に無効という政策判断された後に震災を受けて、また一社入札でも入札はカットするよう改められたということですけれども、今後もこの制度自体は存続維持させていくお考えでいらっしゃいますか。一社応札の問題は、その一社応札の是非っていうよりは、いかにしてその公正さと透明性プラスオープンさの確保で、それはイコールできるだけ、県の予算を節約できるっていう、そういう効率性でもありますんで、それに資するんであれば、どんなやり方でもそれは可能であればやるという基本方針はあります。で、一方でその復興をこう遅らせるわけにはいかないということと、地元の力も高めなければならないということをこう組み合わせてやっていくわけですけれども、これあくまでこう目的実現のためにどういう制度でやるかをその都度その都度工夫すればいいと思ってるんで、ある制度ありきとかですね、そういう発想はむしろしない方がいいと思ってます。ありがとうございます。岩手県地務所の石川です。よろしくお願いします。先ほど苦情の中でも出てきたんですけど、鳥インフルの関係なんですけど、宮城の方ではすでに防疫措置を終了して、引き続き警戒、あと岩手県の方でも対策本部を設置して、引き続き警戒を行っているということですが、知事 のお考えとですね、今後の対応というのをお願いいたします。はい、宮城県さんの方で、非常に迅速に事態をこう収束させるような手を打っていただいていると思っています。岩手県側の方でもこの消毒チェック体制、きちっとやって、岩手において、この
養鶏場等でのインフル、鳥インフルの発生ということをこう抑止することができています。岩手の方では、こう、いち早い鳥の出荷でしたか、卵の移動でしたか、そういうのもこうできるように、国と調整中というようなことも聞いてまして、この、制度の枠組みの中でこう早め早めに事態がこう解決するような調子でこう進んでいると思ってますので、まずこの調子でですね、油断せずに収束に向けて進めていければと思います。すみません。あと、まあ、制限等の解除等は、やはり宮城とこう連携した上で、宮城に合わせてこう同じようなタイミングで解除していくという方針でよろしいでしょうか。そこはまず国のルールがありますので、まあ、国との調整もしながら、まあ、これもその何かこう宮城と同時っていうようなこう形式にこだわってあれするよりは、こう実質的にですね、貿易の確保ができるような形で、まあ、そういうところからこう逸脱しない中で、まあ、できるだけ早くまた平常に戻るというような、まあ、そういう調整の中でこう決めていくことだなと思っています。わかりました。ありがとうございます。理事通信社の佐藤です。よろしくお願いします。はい、先日総務省の方でですね、ふるさと納税 の返礼品を寄付額の3割に抑えるよう求めるという発表がありましたが、このことについての所感をお願いいたします。岩手県はこう3割超えるか超えないかとかいうよりももっと低い水準のこう返礼品でありましたので、まあ、国の方指針っていうんですか、まあ、妥当なものだと思っております。で、まあ、それを先取りするような形でその国の指針の範囲内で岩手の方でこういろいろ、ふるさと納税のこの対象をこう整理し直して、その対象に応じたこの三陸鉄道関係であれば三陸鉄道にちなんだこう返礼の記念品というような形にしてありますので、それをこう決めといた通りにこう進めていきたいというふうに思います。岩手県も4月からですね、返礼品の提供を拡充しておりますけれども、はい、それについてはじゃあ特に影響はないというふうにお考えでしょうか。そうですね、こうその3割超える超えないっていう問題意識は全然ないなかったもので、まあ、3割超えてるっていう報告も受けてませんので、予定通りやるということで、まあ、私の理解ではこの総務省の通知の趣旨に沿った形のこう新しい、やり方を岩手県の方でこう準備していたので、それをそのままやっていけばいいなと思っています。それとですね、まあ、全国の自治体からはそうやって一律に上限を設けるというのはいかがなものかという意見という声と、また一方でですね、その高額な返礼品の競争が過熱している中で上限は当然だという両方の意見がありますけれども、その一律に上限を求めることへの是非についてはどのようにお考えでしょうか。この地方分権という観点から、そのどれだけこう地方自治体側に自由度があり、まあ、どれだけ国の方にこの、まあ、権限というか、
このふるさと納税の運用に関して国としてどれだけこう地方自治体を地方自治体に影響を与えていいのかっていうことについてはさまざまな議論があり得ると思いますけれども、まあ、もしその うちはあくまで高額返礼品でやるんだとかいう自治体がもしあれば、まあ、どういう理由でそうなのかっていうのはこう聞いてみなきゃ分かんないと思いますし、またこう高額返礼品路線でやろうとしてたけれども、国がそういう通知を出してくれたおかげで本当はやりたくなかったそういう路線はやめることができて、こう定額返礼品で行けて嬉しいっていう自治体があるんであれば、そういう実態知りたいなと思いますし、まだちょっとこう どのくらい地方に自由度を認めるべきか、どのくらい国の関与を認めていいかっていうことについて判断するだけのこうちょっと材料はまだないなという感じです。ありがとうございました。岩手日報の井倉です。アイサポが今日で会場から1年半経ったと思いますが、成婚数目標20組に対して2月末で10組弱と聞いていたのですが、これまでの成果と今後の展望について教えてください。成果がどんどんこう出ていて、やはりこれをやってよかったなというふうに思っています。また、アイサポと別なところでこう結婚するに至ってアイサポを退会するという人もいるというふうに聞いていますし、アイサポが存在することによってそれを利用はしないけどこう結婚に対する意識が高まってこう結婚したいと思う人がこう結婚できる数が増えればそれもアイサポ効果だと思いますし、まずいろいろな効果がこう出てきていますから、今年度県南の方にもオープンするとか、また県北の方への出張を増やすとか、そういったことをしっかりやっていきたいというふうに思います。先行している茨城県などでは年間70組ぐらい成功があるということなんですけど、県内の企業同士の独身者のパーティー、婚活パーティーを主催するなど、そういったイベントも主催しているところもあると思うんですけれども、そういったことには着手していくお考えはあります。いろんなやり方は視野をこう広く持ってですね、検討していく必要はあるなと思います。大崎です。はい、今年度もよろしくお願いします。先月31日で県公会堂の田賀さんが閉店になりました。知事も足を運んでおられたと思いますが、今回の閉店について所感をいただければと思います。これは詳しいことが分かりませんで、その経営判断としてそういうふうにやっているということ、そのどういう経営判断、やめるという経営判断ですね、どういう背景、どういう趣旨かっていうのはこうまだちょっとこうよくわからないところもありまして、その県としては県公会堂という建物の使い方の問題でありますので、何かこう経営主体を変えて何か営業を
また再開したいとか何か話があって、でそれがこう制度の枠組みの中にはまる話であれば、それは耳を傾けていかなきゃならないのかなと思いますし、そうでなければそういうことがないんであれば、まあ、そういうことがないということを前提にして、公会堂の地下スペースのこう使い方っていうのをまたこう考えていかなきゃならないのかなというふうに思います。ありがとうございます。県有施設なので、まあ、管理者としての発言だったと思うんですが、まあ、個人的にその今までですね、利用されてきての思いみたいなのが、思い出みたいなのがあれば、それもお聞きしたかったなということだったんですが。そうですね。まあ、これ、文化的な文脈からいくとこう、いろいろありますけれども、一方で、この飲食業界こう競争著しい中で、今、まあ、特定、事業者の経営のあり方とか、まあ、他の同業他社との関係とか いろいろある中で、ちょっと今こうコメントを差し控えたいというふうに思います。わかりました、はい、あともう一つ別件でですね、先ほど の新年度の抱負と、あと訓示の件で私も1点お聞きします、はい、先ほども質問があった県の役割が拡大しているということに関してなんですけれども、まず法律で決まったものなので、当然必要であれば財源の方の手当もあると思うんですが、国への注文みたいなもの、あるいは要望みたいなものは、この仕事が役割が増える中ではあるでしょうか。まあ、県の役割がこうどんどん高まってきてるっていうのに気がついたのは、地域医療構想ですよね。で、県ごとにこのベッド数をこうで、岩手県は県立病院がたくさんありますから、そういうことは県昔からのこの県の医療計画プラス医療局の経営計画の策定過程の中でやってたようなことが今回、まあ、改めて全国すべての都道府県に、やりなさいということでこう降りてきてて、だから最初はこうあんまり新しいことじゃないなと思ってたんですが、よく考えてみれば県立病院がほとんどない県なんか、そんなベッド数のことを今まで全然真剣に考えたことがなかったであろうに、突然すごい作業をこうやらされて大変だろうなと。ただ岩手はそういうのはずっとやってきてますんでね、そういう意味でこう形式的には国の法律でバンバンこう都道府県の役割が高まってるんですけれども、中身をよく見るとこうすでに岩手ではこうずっとやってきてるというようなこともこうあって、住民のニーズに従ってこう県としてやってきたことっていう、つまり住民のニーズっていうのはやはりその県という自治体を通じてさまざま問題を解決したり自己実現を図ったりというふうになってきてるのかなと。そうなってきますとこう例の幸福追求っていうことも幸福追求権の保障は憲法に書いてるんですけれども、国によってっていうよりもこう県を通じて幸福追求っていうこともですね、よりそっちの方がこうやれるような時代になってきているのかなという感じもしますし、ということで、そういう県の役割が高まってきているっていうのは、まあ、これをこう拒絶して国に返すような方向で抵抗するよりは、むしろもうしっかり県の方で
受け止めてというか、まあ、もともと県としてやってたことがかなりあるから、よりこう県の主体性を強くして、地方分権を強化する方向の中で取り組んでいくことがいいんだなというふうにこう思っています。ただ、さっき言ったように先立つものがやっぱり必要で、改めて地方交付税交付金を厚くしていくということは国に求めたいと思います。これは地方創生についてもこのリーマンショック対策で麻生政権から鳩山政権にかけてこの地方交付税交付金をこう手厚くするっていうことをやったら地方経済が一息ついただけではなく人口流出もこう全国的に歯止めがかかったという例もあるわけで地方創生的にも地方交付税を厚くするというのは非常に効く施策ですから改めてそれをこう求めていきたいと思います。ありがとうございます。IBC 岩手放送の佐藤です。県政記者クラブ3年目になります。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、先立つものというお話が出ましたけれども、はい、先月31日の国会で、過疎法が改正されました。それで、今回新たにですね、県内ですと陸前高田市が指定されまして、まあ、一昨日から4月1日から指定されたということになりますけれども、まず指定されますと、まあ、いわゆる元の利息の返還費が通常より高い過疎債というものを発行できるようになるということですけれども、はい、まあ、国からこうこの地域は過疎だっていうふうにですね指定をされるっていうのとそれと、まあ、ふるさと振興っていうものをですね知事はそのバランスってどのようにお考えでしたでしょうか。まあ、実態として過疎地を多く抱えているので、まあ、陸前高田市など、その過疎法の対象になったことはいいことだと思います。で地方交付税交付金のような制度は、まあ、これは、紐付き補助金に対してこうそういう紐なしの交付金ということでもあって、お金の流れとその一見こうお金の面で中央に依存するように見えるんですけれども国の税務署を通じて国で集めたお金、しかし使い道としては地方で使うものの方がその多いので集めるのは国でやるけれども使う部分は地方交付税の形で地方に交付するっていうやり方は合理的なやり方だと思います。理論的には各地方で集めた税金を持ち寄ってでそれをこう地方に分配し直すそういう地方調整税みたいな制度がこう理論的には言われてるんですけれどもなかなかそれをすぐパッとこう作るのは難しいのでまず今のところはこの地方交付税交付金をこう厚くするっていうことによって地方の自由度を高めていくことが地方分権に資すると思います。はい、ありがとうございます。以上をもちまして記者会見を終わります。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。